中国鉄拳古墳有限講師は、中華人民共和国の中央企業の中国鉄道、建築総公師の子会社である。中国の企業国有資産法は、国有資本が持ち分の過半数を有資支配を受ける会社を、国有資本空港講師としており、当社はそれに該当する。香港証券取引所及び、上海証券取引所に上場する公開会社である。 組織形態として持ち株会社制を採用しており、参加の企業は交通インフラの建設や土地造成、交通インフラの設計、工学的事前調査、技術コンサルティング、鉄道機動保守用重機や建設用重機の製造、不動産開発などを手掛ける。世界の建設エンジニアリングの動向について情報を提供する ENR によると、 自国と海外の事業を合わせた収益合計を指標とした2017トップ250グローバルコントラクターズにおいて中国鉄拳古墳有限講師は第3位であった。また自国を除いた海外事業からの収益合計を指標とした2017トップ250インターナショナルコントラクターズにおいて第23位であった。 中国企業連合会、中国企業家協会が2017年9月に発表した中国企業トップ500によれば2016年の中国鉄道建築総工事の収益合計は6302億9681万円であった。また中国鉄建築有限工事の年次財務報告書によれば同社の2016年の収益合計は629。 32700万元であった。よって2016年の中国鉄拳古墳有限講師と中国鉄道建築総公師の収益合計の比は99.8%となる。なお、中国鉄道建築総公師の連結関係会社間の取引に伴う収益合計の調整は行っていない。2016年度財務報告書によると、 セグメント区分は以下の通り。2016年度財務報告書によると、セグメント別の収益及び税引き前利益は以下の通り。各セグメントの収益は外部顧客からの収益を記した。2016年度財務報告書によると、中国本土と海外、香港、マカオで区分された収益は以下の通り。2016年度財務報告書によると、 中国本土と海外、香港、マカオで区分された非流動資産は以下の通り。2012年から2016年度の財務報告書によると事業別の新規受注金額は以下の通り。2016年度財務報告書によると主要関係会社は以下の通り。ありがとうございます。